さん、こんにちは。陸上自衛隊東部方面音楽隊です。今年も始まりましたランチタイムコンサート、短い時間ではございますが、私どもの演奏をお楽しみいただきたいと思います。本日の指揮者を紹介いたします。陸上自衛隊東部方面音楽隊副隊長菅原信秀一等陸尉です。プログラムには一部隊長と記載しておりますが、副隊長の間違いでした、訂正いたします。申し遅れましたが、本日の司会を務めます内藤夏野陸士長です。皆さんと楽しみながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まずはじめに演奏いたしますのは、ジャパニーズクラフティグループサウンズコレクションです。1960年代に大流行した5曲をメドレーでお聴きいただきたいと思います。曲目はブルーシャトー、思い出の渚、長い髪の少女、夕日が泣いている、シーサイドバウンドの5曲です。それではジャパニーズグラフィティグループサウンズコレクションをお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。次からの3曲は楽器をピックアップしてお届けしたいと思います。まずはクラリネット40章をフィーチャーしたブガッティステップです。この曲はチェコの作曲家ヤロスラフ・イェジェクが作曲した作品です。イェジェクの作品はチェコで多く演奏されているそうですが、このブガッティステップは世界中で演奏されている人気のある作品で、踊り出したくなるような軽快なリズムの楽しい曲です。本日は女性隊員4名の演奏でお届けいたします。ご紹介いたします。安井陽子1等陸曹、橋本理恵3等陸曹、近藤由美3等陸曹、そして私内藤夏の陸士長で演奏いたします。それではブガッティステップです。さて次の曲に行く前にここで演奏会の宣伝をしたいと思います。6月20日土曜日午後2時より和光市民文化センターサンアゼリア大ホールにて第63回定期演奏会を開催いたします。お申し込み方法はこちらのチラシやホームページに記載されておりますが、往復はがき1枚につき1名様のお申し込みとなっておりますのでお気をつけください。
こちらのチラシが欲しいという方がいらっしゃいましたら、コンサート終了後に私のところまでお越しください。それでは次の曲に参りましょう。次はシロフォン、いわゆる木琴で、ヴィットリオ・モンティ作曲のチャルダッシュを演奏いたします。イタリアの作曲家であるモンティが作曲したこの曲は、もともとはマンドリンのために作られました。バイオリンやピアノのために編曲されたものが有名かと思いますが、本日はシロフォンのソロでお送りいたします。ソリストを紹介いたします。陣内徹一等力士です。それではチャルダッシュをお聴きください。Thank you.
次はトロンボーンでシャルル・アズナブール作曲の C を演奏いたします。 SHE の C です。フランスのシンガーソングライターや俳優として活動しているアズナブールさんの作品ですが、日本語では忘れ字の面影とも言われております。もともとはイギリスのテレビ番組のために作られたのですが、その後エルヴィス・コステロがカバーし、映画ノッティングヒルの恋人の主題歌としてとてもヒットした作品です。本日はトロンボーンのソロでお送りいたします。ソリストを紹介いたします。鴨崎義隆二等陸曹です。それでは C をお聴きください。Thank you.
次で最後の曲となってしまいました。昨年の年末、皆さんは NHK 紅白歌合戦を見ましたか？その紅白歌合戦で大トリで登場したのは松田聖子さんでした。その発表があった時には大きなニュースとなりましたが、聖子ちゃんがトリを取る時代になったんだなぁと感じた方は多いのではないでしょうか。本日はそんな松田聖子さんに注目し、ヒット曲のメドレーを演奏したいと思います。曲はハートのイヤリング、赤いスイートピー、ロックンルージュ、スイートメモリーズの4曲です。それではプログラム最後の曲、松田聖子ヒットメドレーをお聴きください。Thank you.
様、よろしくお願いいたします。いただきましたので、 ありがとうございます。アンコールといたしまして、レイモンド・ハットリ作曲コバルトの空を演奏いたします。演奏は陸上自衛隊東部方面音楽隊、指揮は副隊長菅原信秀一等陸尉でした。最後までお付き合いいただきありがとうございました。